おはようございます。2018年の、2月の9日朝9時28分です。おはようございます。狐枠です。おはよう。よろしくお願いします。狐のコラボ枠です。コメントは匿名になりますので、自由に書いてください。僕に誰だか知らせたい人は、アイテムをください。僕に対するクレームであったりとか、配信内容でどうのこうのとか、言いたいことがある人は、突かけてきてください。リスナーさんでも配信者でも構いません。よろしくお願いします。よろしく。おはよう、2号さん。おはよう、ワダツ。おはようございます。今日機嫌悪そうだ。いや、そんなことないよ。機嫌いいよ。おはよう。はい、狐だ。おはようございます。はい、6号さん、おはよう。通常はか、点でコメントがつまらない。お前か、じゃあ書けばいいんじゃねえの。お前、面白いこと書けんなら書けよ、バカ。面白いこと書けねえくせによく言うよな。おはよう、7号さん。8号さんは脱。はい、7号さん、メガホンありがとう。鼻声かな？寝れなかったんだよね。アイテムありがとね。はい、おはよう。そうかな。BGM 聞こえてる？ BGM 入ってる？あ、コンドームマン初めて見た。コンドームマン傑作だったな、本当に。数かな？どうだろう？聞こえてる？ BGM。音量小さかったりしたら教えて。BGM 聞こえない？つまらねえなら見に来んなよ、ザコ。なんでお前に年収言わないといけないの？バカなんじゃないの？11号さん、なんで俺がお前に年収言わないといけないの？指輪制作中止じゃないよ。朝の配信、はいはい。コンドームウーマンもいたよ。聞こえてる？ BGM、ありがとう。はい、こんにちは。声小さい。俺くらいにすればいいかな。声は大丈夫。もうちょい上げてもいい。はいはい。声は、これくらいでいいかな。翻訳指輪、いや、ダイヤの指定とか、そのリングの指定とか、リングの内容っていうのは言うつもりないよ、ここで。おはよう、15号さん。声 OK。はいよ。おはよう。大丈夫？出来上がって渡したらツイッターにあげらんないんだよね。金梅さんが一応放送で一応初公開するっていう流れだから。金梅さんの放送を見て、金梅さんが発表終わった後に、俺が販売開始するから、その後発表しようと思ってる。俺、水虫ではないよ。おはよう、17号さん。和道さんは？何、和道さんはって。なんで俺の話題が出てんの？
何和道さんはって、ヒカル君が俺に和道さんはって言ってたの。放送後にね発表するよ。同じリスナーに何度も、いや別にイラッとはしないんだけど、あーサンゴさんありがとう、花火やるよと、ありがとう、いつも見てくれてんの、ありがとうございます。お前かい。お前はいつも見てるだろ。おはよう。何の話だっけ。あ、同じ質問を聞かれるとイラッとするっつうか、なんかいつも見てます、シルバーはいつできるんですか、はい、いつも見てない、いつも見てます、和道さんこんにちは、のんちゃんとは付き合ってどれくらいですか、はい、いつも見てない、はい、君はいつも見てない、残念、いつも見てます和道さんこんにちは、大好きです、和道さんいくつなんですか、はい、いつも見てない、何も知らない、あら、それは腹立つよね、腹立ちますね、ハートありがとう、そう思わない、そう、いつも見てるアピールいらないから、うん、5000万の車がひっくり返ってた。今の質問は最低でも全部答えられるっていうか、全部答えられて初めていつも見てますだから、たまに見てますぐらいの方がいいよね、正直、うん、そう思いません、あ、戦車と子供の写真ツイッターにアップしたんだけど、あれなんか泣いちゃってさ、俺あの俺写真見てグッて泣いたの初めてでさ、写真って人のこと泣かせることできるんだな。あれめちゃめちゃいい写真だよね。なんか写真でここまで全部を伝えることができるんだと思って。あの写真を撮ったやつすげえと思った。あの状況を捉えたやつ。あれ泣けるよね。泣けない？俺なんか涙が、あの写真やばいよね。あの写真はすげえいいと思って。もうなんか文字入れなくていいや、説明なんかいらねえわと思って、あの写真いいよね、写真でね全てを伝えてるよね、ねえかっこいいと思ったもん。何の写真、もうだからいつも言ってんじゃん、その俺の話題についてきたいんだったら、ツイッターと YouTube とふわっちフォローしてない時点でついてこれないから。俺は結構泣き虫だよ、うん、俺は結構泣き虫。かっこいいよね、かっこいいってああいうことだよね、あの子供超かっこいいよね。手首はだいぶ良くなった、今日休んで明日ジム行こうと思ってるね。いや泣くでしょう、これがこれが戦いだよね。悲しさとその少年のその戦いとさ、何とも言えねえよなあれ。俺はね、悲しさよりもね、その少年の一石投じるかっこよさっていうか、何にもならない、ダメージを与えられないんだけど、ダメージを与えられないんだけど戦うっつうか、あのかっこよさ。あれはやばい。あれはやばいね。向いてない配信になぜ来るんだよ、バカ。向いて、え？パフェ2個？ありがとう。パフェ2個ありがとう。すげえな。富豪が現れたな。ありがとう、27号さん。パフェありがとう。おう。おはよう。いや、あのさ、いつも言ってるけどさ、つまんないんだったら見なきゃいいじゃん。なんで見んの？期待しても何も出てこないよ。
つまんないんだね。ああなりたいよね。ああなりたいよね。仮想を待つ少年っていうタイトル、ちょっと検索するわ。ありがとう。仮想を待つ少年。仮想を待つ少年。あ、見た見た、多分タイトルだと思う。俺っておしゃれ？おしゃれじゃないよ俺は全然。あ、いや出てきたよ。長崎の写真だね多分。暇だなお前の人生。真剣な配信者ね。お前に俺の価値は分かんないよ。月収そうだね、減ったね。でも俺あれだよ、アットマークの後にコロコロ名前変えるスタイルで最近やってるから、名前はコロコロ変えてるね。頑張るよ。ありがとう風船、ありがとう。暇やから俺仕事、配信が仕事。知らないよ。アイテムが投げねえのは俺の都合じゃねえだろ、リスナーの都合だろ。リスナーに聞けよ。俺にアイテム投げねえのは俺の原因じゃねえだろ、リスナーに聞けよ。バカかよ。くだらねえな本当に。歌ったりすること、いやリクエストがあったら歌うよ全然。バーガーありがとう。アイテムありがとう。連投うざいわ。コメント読みづらいんだけど。いやこんなもんなんじゃないの。俺は別にアンチが湧こうが何しようがもう別にノーダメージだから。まあコメント欄は見づらいけど、フォローありがとう。小じき、俺のどこが小じきなんだよ。小じきっつうのは何にもやってねえでさ、勘から広げて人に物乞いをする人のことを小じきって言うんだよ。俺はコンテンツ提供してるからね。ブロックは今してないね。ブロックはリスナーさんおのおのにやってもらってる。これとか自信作だね。このリングはかなりなんか俺らしさが出てるっていうか、ちょっと武骨な男らしさをイメージしてて、女の人にもいいかもしんないね。婚約指輪とかね、いいんじゃないのかな。初見さんいらっしゃい。いいでしょう。高いよでも。金で多分300万ぐらいしちゃうよあれ。アイワードツ姉ちゃんかな、このコメントは。24番はバドは何目指してんの。何も目指してないよ、うん、自分を極めたいだけ。
俺は何、なんか俺のことを先生と呼ぼうが、アーティストと呼ぼうが、俺が絵を描いたらね、画家だっていう人もいれば、映画を撮れば監督だって言えば、配信やってりゃ配信だし、まあリングに上がったらボクサーだし、俺のことを何て呼ぶかはみんなに任せてる。俺は俺を表現してるだけだから。マルチタレントっていうか、まあなんだろうな、俺は肩書きなんていらないと思ってるけど、ありがとう、アイテムありがとう。アクセサリーを創作しようと思ったきっかけは、シルバーって芸術なのね。こう身につける芸術だから、やっぱりその俺のファンは、なんだろう、俺が作ったものを身につけたいんじゃないかっていうのと、あとやっぱりその本物を身につけたいっていうのが俺の中であって、で、やっぱり俺以外の人間は全部フェイクだから、だからやっぱりね、そう。俺が作ったものを、本物をリスナーさんにつけてもらいたいなと思って。風邪ではないよ、大丈夫だよ。925、スターリングシルバー。どこで買えますか？ああ、運が良ければ買えるよ。それ、出会いも楽しんでほしいのね。簡単に買えると思わないでほしい、俺のリングは。簡単に買えると思わないでほしいのね。もう買えるっていうこと自体がラッキーだから。俺は働いてるよ。でも別に働くことをリスナーさんに強要したりはしないよ。いや、柔らかいのね。999は。俺はやっぱ925スターリングシルバー、もしくはまあピンクシルバーとかでいいかなと思ってる。もう気化して長いよ、俺は。聞かして長いよ。フリーメイソンにあと一人から誘われないとなれないかな。一人からしか勧誘されてないから。いや、俺は日本人だよ。いや、ヨーロッパのうちなんか入ってないでしょ。石野の放送最近見てないから分かんないな。ありがとう。花火ありがとう。メガネのチャームか。チャームは作る気はないかな。なんか女性は結構小ぶりなアイテム欲しいって言うんだけどね。チャームはどうなんだろうな。まあまあ、コメント見づらかったら、おのおのでブロックしてくれたらコメント見やすくなるから、そっち側でやってください。青っぽいリングは原型ね、ワックスってやつ。
だからあれをシルバーとかに落とし込むから、あれは原型だね。あれは高いっすよ。このリングは多分300万じゃ効かないんじゃないかな。これ300万じゃ効かないよ。これ欲しい人は全然言ってくれたら。高いよ、うちは。ネックレス今作ってるね。本物っつうか、まあ俺が触ったものは全部本物になるから、素材とかは別に何でもいいでしょ。生産実績なんかいらないんだよ。欲しい人がいたらそれで商売成り立つわけだから。ブレスレットは今んとこ作る気ないかな。まだ。俺が作りたいものを作るから。ニーズに応える気なんかさらさらないもん。ピアスは作らない。単価が低いものを作るつもりないから。安いもの欲しかったら他のなんかその辺で買って。ブロック機能は整理は見やすいよね。芸術家志向じゃないよ、全然。全然普通に思ったことを言ってるだけだよ。3000万ぐらいのリングない。3000万か。いいよ。3000万か。半端じゃね？ 3000 万。3000万のリングって半端じゃない？俺は自分は芸術家だと思ってないね。次の日っていうか、この枠だけブロックだね。っていうか、ブロック入れてないよ。俺は。無視するなっていう人いるけどさ、こんだけコメント流れてるからさ、悪いんだけどさ、アイテム添えてコメント打ってくんね。リスワン取りに行くつもりはないね、俺は。取らせる気があるのかどうかってことでしょ、リスナーが。あ、別にステッカー3億で買いたいって言うんだったら売ってあげるよ。ステッカー1枚3億で売ってくれって言うんだったら、これに特別なサインかけて、サイン入れて、これ3億で売ってあげるよ。ニーズに応える気はさらさらないよ。シルバーにまずものをするっていうか、みんなが知ってるシルバー925っていうのは、もともと純銀ではないのね。スターリングシルバーっつって銅が混ざってる。硬度を出すために。だから44号が言ってるのはシルバーを全く理解してなくて、シルバー925自体がまず混ぜ物。写真集か。俺はブロックしないから安心して、自由にコメント書いていいよ。ただ、俺がそのコメント読むかどうかは別問題。いや、なんか1万円のためにさ、なんつうの、不正したりとかさ、なんかつるんで、なんか、リスワンゲームみたいなのやってんのバカバカしくても。ピンで配信で面白い配信やろうっていう配信者いないじゃん、今。閲覧多ければいいっていうただのゲームだから、閲覧取るためだけだったらさ、なんか過疎な文書がなんかこぞってこいつ応援しようみたいな。派閥みたいなの俺大嫌いなんだよね。派閥みたいなの大嫌いなの。
料理より質。ありがとう。ああ、ほんわか？ありがとう。花火ありがとう。ほんわかで投げてくれたの。ありがとう。金魚鉢さんありがとうね。嬉しいよ。こっちがほんわかかい。ほんわかしょうもねえな。これほんわかかい。しょうもねえな。見にくいと思ったら、まあ、35号とかをブロックすればいいんじゃないの。リスワンはもう機能してないでしょ。火星方形ですね。あ、エミさん始めたんだ。取れるもんは取りに行け。忙しいんだよ今。おはよう。タバコはね、アメリカンスピリットのメンソールライト。アメリカンスピリットのメンソールライトです。暇じゃないよ俺は。やることがあるんだよ。おはよう。おはようございます。俺アンチコメントに対して返しは一つもしてないけど、つまんないなら見なくていいんじゃないの。つまんないもん見に来る時間がもったいないよ。ステゴロステッカー40枚ぐらい売れたかな。まだ160枚余ってるから、欲しい人は連絡ちょうだい。いや、別にインフルエンザなんて知らないよね。外に出ないからね。関係ないもんね。全く関係ないもん。ブロックはもう切りないからリスナーさんにお願いすることでした。いらないコメントそっちで整理して、してもしても切りないんだもん。いや、一口1枚から販売してるよ。一口1枚から販売してる。まだいっぱいあるよ。キツネ解除しないのか。いや、まあまあキツネの方がアイテム上がるんだよね。最近ずっとキツネでやってるね。見れてるから大丈夫だよ。500円プラス送料200円いただいてますね。だから3枚ぐらいまとめて買ってくれたら送料200円プラスだから、まあ割安になるけど、どうしても切手代とか封筒代とかね、 あるからそれは負担してもらってる。
ね、ステッカー1枚500円で支援できて、それが捨て頃のギャラになるからね。はいはい、ママ了解。儲かってないよ。なんでお前に配信の口出しされないといけないの？お前がそう思うなら自分で配信やればいいじゃん。俺よりうまく配信できるんだろ。自分でやればいいじゃん、文句があるんだったら。寝てないっつうか、寝てないのかな。欲しい時はそうだね、DM か LINE で連絡もらうことが多いかな。DM か。LINE だね、普段。まあ、LINE が多いかな。LINE の方がリアルタイムでやり取りできるから、ありがたいけどね。どうしても DM だと Twitter、俺が開いた時しか確認できないからさ。狐の方がアイテム投げづらい。狐の方がアイテム飛ぶんだけどね。そうかな。キツネの方がアイテム飛びやすいって意見多いけどね。投げやすいわーって。セゴロ T シャツ今考えてないね。あ、そうなんだ。へえ。ことかと会ったことないよ俺。狐じゃない方がいいって、さっき狐じゃない枠やってて別にコメントなかったじゃん。さ、30分前にやってたよ俺。来なかったじゃん、あなた。プライドなんかないよ別に俺。あ、神経質かもしんないね。中西マンが日曜日引退だってどう思う？いや、どうも思わない。やめた、今すぐやめた方がいいんじゃない？やめたきゃ今すぐやめりゃいいじゃん。エセアカとカラオケに行った時にいたのは、あれだよ。なんだっけ。柏木だよ、柏木。柏木と、誰だったっけ？ワンワンじゃなかったっけ？ワンワンでしょ。柏木とワンワンでしょ。いなかった、いなかった。
一番嫌いな配信者誰？一番嫌いな配信者誰だろう。あんまり他人に関心がないね。ことかが和道に会いたがってた。あー嬉しいね。俺もう一回会ってみたいね、ことかにね。うん、ワンワンと付き合ってないよ俺。はい、和道つ。はい、和道つ。おはよう。アイテム投げたくなるようなことしろ。お前俺の放送向いてない。消えろ。部屋片さないとね。いい年こいつ何やってんの。表現。俺ワンマン付き合ったことなんか一回もないよ。少しは休めた。そうだね。血液型と星座、血液型 B 型で、双子座かな？双子座なのか、牡牛座なのか、なんか微妙なんだよね。俺は双子座でもう自分で決めちゃったけどね、もう双子でいいやと。双子だか牡牛座かとね、なんか、一日違いでね、占いの本によって違うんだけど、俺はもう自分で、セイントセイヤのファミコンだと双子座って出たから、双子座って決めた。お茶は手作りっていうか、あれでお茶パック入れてるだけ。新宿家賃高いよ。高い高い。ほんと人が住む街じゃないよ、新宿なんか。絶対都内の23区に住まない方がいいよ。そうそう、境の生まれで、しかもなんか、変わるんだよね。5月の21、1985年5月の21なんだけど、なんか多分牡牛座なのかな。でもなんか双子座の時もあって、俺は自分で双子座って決めてるけど。出身は成田。双子座で合ってる。新宿なんかね、人間っていうのはさ、木と風と水とこう大地がないとダメだよ。太陽とかなんかやっぱり、ね、ビルに囲まれてると頭おかしくなるんだよ。アスファルトジャングルでさ。だからね、やっぱりね、その街の匂いとか大事にした方がいいよ。自分が住んでるその森があって、街があって、木があって、畑があってって、そういうのはすごく素敵なことだよ。本当に恵まれてることだから。成長期に筋肉つけると背が伸びないのですか。伸びないでしょ。孫子頭悪くないよ。孫子頭いいよ。あいつ切れ者だよ。中野はいいけど、まあ東京23区は基本的に変わらない。街の匂いが違うだけで。中野はいい街だけどね、田舎に引っ越した方がいいと思うね。23区外で住みたい街。行ったことないんだけど、神戸に行ってみたいね。神戸に住みたいね。で、今まで行ったところで住みたいなと思ったのはね、あの四国のね、どこだったっけ、四国のすげえ綺麗な駅あるところどこだっけ、高松だっけ、高松駅だっけ、四国ででっかいところ。すげえ良かったね、四国は。うん、田舎はいいよ。心が綺麗なの。やっぱりそのギスギスしてなくておおらかでさ、人がいいね。休んでみたら分かるよ。窮屈なの、すごく圧迫感があって。奥多摩いいかもしんないね。幸せだよね。おはよう。新宿好きなんだ。
釣りはね、俺絶望的に下手なんだよ。沖縄でも一匹も釣れなかったし、生まれて初めて釣ったのが長靴だからね、俺。で、2匹目やっと釣れたと思ったらシャコだからね。で、友達はシャコ釣れんのラッキーなんだよって、シャコは珍しいよって興奮してたけど、魚を釣ったこと一回もないんだよ、俺。長靴とシャコだけだからね。いや、本当に笑ったよ、本当に。漫画かと思ったもん。長靴釣ったんだよ。向いてないの。俺もともと成田だから田舎育ちよ。もともと成田。前に行ったのよ、高松。シャコうまいよね。実家中央区？ボンボンじゃん。実家が中央区ってお坊ちゃんじゃん。ああ、川崎洋平釣り向いてそうだよな。千葉は住むにはベッドタウンで最高だよ。千葉は住みやすいよ。成田なんか最高だよ。闇将軍いう挨拶は言ったけど、フランスに住んでそう。まあ日本にこだわる必要ないしね。はい、ワード2。まあ合うか合わないかでしょ。別に新宿好きだっていう人もいっぱいいるし。広い家に引っ越すのありだな。フランスいいよね、フランスは。ベネチアが合うし。北海道も九州もずうずうしい人なんか会ったことない。相性。いや、俺は新宿苦手だよ。ゴールデン街飲み行ったりしないよ。しない。でもゴールデン街雰囲気は好きだよ。すごい。あそこはノスタルジックでいいよね。新宿苦手だね、俺は。何区がいい？港区かな、やっぱり。港区。あと、高円寺とか中野とかもいいかもしれない。サブカルチャーの街がいいね。ああ、それはあると思うよ。一人になるんだったら。孤独に強いんだったら、上京した方がいいんじゃない？他の配信者と絡んで得なんかないじゃん。なんで俺が他の配信者と絡まないといけないの？下北いいね。下北よりもだけど中野とか高円寺の方が好きだけど、まあ下北はちょっとおしゃれすぎるかな。ちょっと下北だとサブカルって感じじゃなくてさ、ちょっとこじゃれた感じでっちゅうのかね。いや、普通に生活保護申請したのが新宿区だっただけ。あ、いいね。サブカル散歩配信いいね。落合あたりは、微妙。半端。あ、コラボになってるよ。はい、おはよう。知らないよ。俺が嫌われてる理由は、嫌ってる人がいるからだから、俺に聞くんじゃなくて、嫌いな人に理由聞いたらいいじゃん。たまにアイテムなんで飛ばないんですかとか聞かれるの、アイテムなんで飛ぶんですかとか。いや、投げてる人に聞いてって。俺がコントロールできないことは俺に聞かないでって。
投げたい人がいるから投げてんだから、その人に気持ち聞いてって。あ、俺のこと嫌いな人の気持ちは俺のこと嫌いな人に聞いて。はい、ワード2。最近キツネ枠ばっかりなのよ。いや、俺はね、あんまりね、配信者としてなんかつながるみたいな感じじゃなくて、あんまり、そうだね、ヒカルくんの放送も実は全く見てないんだよ、俺。でも、ヒカルくんとか青山とか鮫島さん、人間として普通に好きなんだよね。そう。だから、なんか、別に配信者としてっていうか、俺、鮫島さんの放送もあんま見ないぐらいだから、人として好きなんだよ、魅力的なんだよね。友達は俺は配信者に必要ないと思ってるかな。まして、普通に友達とかいらない。別に。実際友達いないし。ああ、田舎合ってるだろうね。うん。いや、言いたいことある人コラボ、なんかリスナーさんでもアンチでも、なんか物申したい人がいれば。なんかね、プラスとかマイナスとか考えるのめんどくさいかな。プラスとかマイナスとか考えるのめんどくさいから。じゃあ、今ね、ボクシングで左手拳痛めちゃってて、それで固定してんの、サポーターで。おはよう、アイテムありがとう。アイテムありがとう。おはよう。目障りだから引退しろって、俺のことブロックしたら二度と見れないよ。ブロックすればいいんじゃないの、俺のこと。おすすめ欄にも載らないし、通知も来ないよ。トップページにも載らないよ。セゴロ見に来るの？これサポーターね、固定通貨。なんつうの、バンテージみたいに、こう、ゴムバンドで固定してる感じだね。こう、腕を通して、で、これで固めるって感じ。ギュって、ゴムバンドなんだけど、これでギュッとこう、巻き巻きして、で、ピタって止めて、固定してる。はい、解放お疲れ。ああ、じゃあ会場で会えるね。もしよかったらオフ会やるつもりだから。私とエッチしたことはのんちゃんにバレてない。バレてない。大丈夫。大丈夫だよ。ヒカルくんのことはヒカルくんに聞いてくんない？悪いんだけど。俺とセックスしたのはバレてない。それはバレた。それはのんちゃんにバレたね。おはよう。おはよう。ブロックはリスナーさんの方でブロックしてお願いしてる。
そうだね、ちょっと忙しくてもう全然片付けられてないね。片付けないとね。はい、こんにちは。マインドコントロールを解く方法ってある？知ってる？マインドコントロールを解く方法は簡単だよ。マインドコントロールをできるやつはマインドコントロールをかけ直せばいいわけだから。アイテムありがとう。女性の香水の匂いあんまり好きじゃないかもしれない。女性の体臭が好きだね。サバゲは最近やってないね。いや、アスペは片付けられない。人によるんじゃん。人によると思うよ。ADHD の人は片付けが苦手な人多いって聞いたけど。後々いいと思うならあなたがそうすればいいだけじゃん。人の人生の生き方とかにちょっかい出すもんじゃないと思うよ。フォロー大歓迎っすよ。フォロー大歓迎っす。Twitter、YouTube、ふわっちの3点セットよろしくお願いします。釈迦元気だよ。俺は犬苦手かな。俺は犬苦手。多いね。猫は好きだね。犬は怖いんだよね、なんか。犬は怖い。なんか、ついてきます、みたいな。うまいっすね。和道さんがくれる飯、うまいっす。天気いいっすね。天気いいっすね。散歩行きませんか。楽しいっすね。天気良くて楽しいっす。わさ、一生ついてくんで、みたいな。わかる？犬の。わかる？犬のそういうノリ。あれが怖いの。いや、そんな感じに来られても、みたいな。犬苦手なんだよね。猫カフェ行ったことないね。だってこの辺だって猫だらけだもん。ブロック入れるといいよ、4号さん。ブロック入れるといいよ。のんちゃんの犬はね、虐待されてた犬だから、すごい怯えて、のんちゃんにしか懐かないのね。何回か別に犬嫌いじゃないんだけど、何回か近づいて話しかけて、20分ぐらい話しかけたんだけど、ダメだったね。のんちゃん以外に心開かないの。ありがとう。バーガー10個ありがとう。自分の嫌いなところはあったけど、全部肯定するようにしたかな。昔はむしろ嫌いなところだらけだったの、俺は。でも、その自己否定しても全く意味ないから、自分のことを好きになる努力をした。今はない。だから前の飼い主でしょ。要は、捨てら、えっと、虐待されて捨てられた犬をのんちゃんが引き取った。猫はどんなイメージ？気まぐれって感じかな。のんちゃん動物大好きだよ。そう。猫も、のんちゃんが飼ってる猫も犬も全部虐待されて捨てられた猫とか犬。要は、保健所とかで殺される寸前の犬だと。家川さん仲良しっていうか大先輩だね。のんちゃんと俺は子供できない。何回ももうくだらないから何回も説明させないで。のんちゃんと俺は子供できないから。気分が落ちるときどうしてる？ああ、どうしてるかな。いや、もうほったらかすしかないからね。なんか、下手にテコ入れしないようにしてるかな。ほったらかして、泳がせてるかな。
ポケモンのことをよく観察することじゃないの。まあ、あるがままなんだよ。いや、西船橋じゃないけど。コトカって何が可愛いの？知らない。家にいること、そうだね。アトリエにいることの方が多いね、俺は。今後の音楽シーンはどうなると思いますか？まあ、音楽シーンっていうのは、ミュージックシーンっていうのは12年周期で回るもんだから。まあ、今年ラップが来て、そろそろなんかテクノビートみたいなのが来るんじゃないの？ありがとう。俺も大好きだよ。1日3回ぐらいコンビニ行くけど。いや、家族と縁切ればいいんじゃないの。家族にバッシングされてめんどくさかったら、家族ね、家に住ませてもらってんだから、自分で家出ればいいじゃん。あ、ありがとう。ハートありがとう。ブロック入れるといいよ、117号さん。ブロック行って整理すると見やすくなるよ。ねえ、ゆいがさんとね、会いたいね。コンビニで柿ピーばっかり買ってるかな、最近。最近は柿ピーばっかり食べてるかな。キツネの方がアイテム飛ぶ。そうだね。キツネの方がファンタスティック花火とかもたまにもらうから、招き猫とかね。ありがたいよね。なんでなんだろうね。なんでかわかんないけど、匿名の方がアイテム飛ぶんだよね、俺。俺はニートじゃないよ。柿ピーは最近ハマってるね。ああ、コメントが盛り上がってるからね。気持ちいいよね。散歩はいいよね。今寒いからな。まあ、応援してくれる人、ぜひアイテムください。いや、一部の2、3人がなんか連投してるからでしょ。
アイテム投げないでいいとか営業妨害だろ、お前。ふざけんなよ。アイテム投げないと食ってけねえよ、俺。やめろよ、そういうこと言うの。寒いよ。部屋散らかってるね、今。隠さないと。はい、ワドツー、おはよう。配信以外に仕事してんの、そんな暇じゃないわ。知らない、青山は人気があるんでしょ。いや、ただ単に客層がいいだけでしょ、あそこは。客層だから、ついてる客層がいいんでしょ。おはようございます。あ、エミさん来たんだ。客がいいだけでしょ。いや、暇なんてないよ。めちゃくちゃ忙しいよ、俺。あ、俺もね、昔の顔のエミさん可愛いなと思ってて。そう、なんで整形しちゃったんだろうね。普通に美人だったのにね。もったいないよね。いや、貧乏暇なしだよ。ねえ、エミさん昔美人だったよね。グローブいいでしょ。これはあのリスナーさんからのプレゼントですね。2万円かな。あ、ありがとう。バガーありがとう。バガーありがとう。風船もありがとうね。風船ありがとう。あー、すごい。風船ありがとう。風船ありがとう。ふわっちしかやってないかな今な。ふわっちしかやってない。おお、バカありがとう。バカありがとう。ありがとう、たくさんありがとうね。知らないよ。嫌われてるのって嫌いなやつが見てるだけなんでしょ。俺は別に嫌いな放送見ないから、こいつらの神経なんて分かんないよ。こいつらに聞いてよ。セゴロ頑張ります。ありがとうございます。俺に聞いても意味ないでしょ。はいはい、はいよ。じゃあね、サンゴ。メモとかチャーミングありがとう。自分で調べろよ、ツイキャスとフワッチの違いぐらいよ。なんでてめえに俺が言わねえといけねえんだよ。自分で調べろよ。バカかよ、お前。子供じゃねえんだからよ。あ、ハートとバカありがとう。アイテムありがとう。てめえで調べろよ、そんなもん。なんで俺がお前の質問に答えないといけねえんだよ。バカかよ、ほんとに。そんなん調べたら一発で出てくるんだろう。セコロ頑張るよ。ありがとう。いや、全然勝たしてないかんな。ドルさんみたいにならないよ。大丈夫だよ。ドルさんスタイル全然違うもん、俺。あれ？
弁当ブロックはリスナーさんにお願いしてる。ハートありがとう。リスナーさんの方でやって。いやいや、捨て頃出場選手にさ、本人に向かって捨て頃つまんなそうってやめてよ。俺も出るんだから。なんだろう、切れるな。ちょっと待って、モニターが切れるな。なんだろう、いや、体重は重くなったんだよね。なんだこれ、モニターが、ちょっと待って、コメントが見えねえな。モニターが切れるな。なんだろう、断線か。なんかおかしいな。アド以外クソ。モニターがすげえ切れる。なんだろう、寒いよ。いや、汚いよね、今。あれ、モニターがおかしいな。ブツブツ切れんな。なんだろう、接触不良か。おかしいな。タトゥー入ってないよ。俺ミュウツーと喧嘩なんかしてないけど。頭開いてんのてめえだろ。和服似合うよ、撫で方だからね。じゃあ打たなきゃいいじゃん。アズシコメント。めんどくせえな、本当に。風船100個ありがとう。ありがとう。ありがとう。配信が職業。もう職業。職業ね。どうだろう。仕事かな。配信が仕事ね。
高校卒業認定なんで必要なの？別に必要ないでしょ。好きな AV 女優、小坂めぐるとか。小坂めぐる。おはよう。さないともっとひどいよ。見えてるところよりもっとひどい。片さんとな、部屋。いや、片付けてないからだよ、単純に。片付けてないから。ただそれだけ。片付けてない。洗濯ぐらいしかできない。いいんじゃん。花火師の取り合いにななってんじゃないの？実際花火師の取り合いじゃん、現実問題。配信者なんか。みんな取り合ってるじゃん。や、海宝呼ぶとのんちゃんが発狂するんだよね。俺、リスナーの金なんか騙し取ってないけど、俺がいつ騙し取ったの、リスナーの金。いや、変わんない、変わんない。こんな感じの少年。メンヘラと付き合うの、なんでめんどくさい。いや、俺はね、なんかね、メンヘラの人の方が話ができるっていうか、なんだろう、こんなめちゃめちゃ狂ってる世の中で減らない方がおかしいと思って、まっすぐに生きてるから減らっちゃうだけだと思ってて、俺は世の中の方がおかしいっていう、健常者って呼ばれてたり、サラリーマンやってる人の方が俺は頭おかしい人だと思ってるから、実際話聞いてみるとすごいピュアな人多いんだよね。あ、高いね。実際の支援金なんか集めてないけど、俺。いや、いいよ、旅配信やりたい時にやる。
今金ねえし余裕ねえからさ、もう無理よ旅は。家事が済ませられない罪悪感、やればいいじゃん。じゃシルバー、シルバーはまあまあ順調だよ、シルバー順調だよ。閲覧100人いるでしょ、102号ってコメントになってんだから、コメント書いてんのが102人いるんだからいいんじゃないの。いるでしょ、こんだけコメント流れてんだから。いないと思う方がおかしくない。コメント少ないって102個目のコメントで、あなたのコメントが少なくないでしょ、コメント流れてるじゃん。元気だよ、久しぶり。久しぶりって言っても俺誰だか分かんないけど、アイテムもらった人しか誰だか分かんないから。俺は元気だよ。痩せたかな、体重は重たくなったんだけどね。コラボかかってこないから通常枠に戻すわ。お疲れ。次役行きます。